父ちゃん、俺また働きさ出る。おあいやり、おあいやり、おらいの小猫はどさいたび。あらあら、めでてめでて、シンガポールも終わってたし、とめちゃんもとうとう今夜落ちっか。とめちゃんか訪問だ。そのうちさ嫁いけんだから、訪問は篠田のふだびっていがりこまじさってあげんだから。どんなにどんなにやめれやめれやめれ、俺行くって言ったんだから、俺が行くって。別のためだ。なんぼしても三段目は三段目だ。出雲の神さんが糸で結んであんだから、逆らったってダメなもんだぞ。だけどどうなんですか、赤線がなくなって困るの男じゃない。何も俺のせいじゃないよ。俺はね、婦人代議士じゃねえんだから。売春って悪いことなんですよ。奥さんが浄土会の人だから私安心してたのに。お前売春売春って言うけどね、買い手があればこそ売り手があるんだ。それも競馬競輪やパチンコみたいに客からただ金取るんじゃないんだからね。客をそれだけ楽しませて返す。バカだね男なんて。どうして少女なんていいのかね。元気になってけろ。